まあ、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それでは、なんか変だな。はい、皆さんこんにちは。車の大自然カカカシヌピーです。今回はこちら、プロスタッフの新商品、モンスターベリーベリーラッシュという鉄粉除去剤ですね。これね、結構評判が良くて、これいいですよっていうのね、結構いろんなところから聞くんですよ。何がいいのか、僕ね、まだ使ったことないから、まだ何とも言えないんですが、あの鉄粉除去剤の嫌な匂いっていうのがあまりしないと。ここにも書いてあるんですが、ブルーベリーの香りで嫌な匂いを激減と。これね、結構ね、ありがたいと思うんですよね。鉄粉除去剤使いたいけど、あの匂いが近所迷惑にもなるし、使いづらいなっていう人いたと思います。そんな人に結構最適なのかなと思っております。今のところね、しっかり定着ジェルタイプということで、ボディにもホイールにも使用可能、全塗装色対応、一部使用できない塗装色もあります。一部使用できない塗装色っていうのはイエローですね。これ結構鉄粉除去剤で問題になっているスズキのスイフトチャンピオンイエローですね。紫に反応するので、それがね残っちゃう、塗装に染み付いちゃうみたいなのが結構あるみたいなので、鉄粉除去剤はスイフトのチャンピオンイエローには使えないケースが結構多いです。これは覚えておいた方がいいかなと思います。まあ、中にはね紫に反応しないやつがあるので、それを使ってる人とかはいますね。どこのだっけな、忘れちゃった。キーパー、いや違うか、分かる人と教えてください。紫に反応しないね鉄粉除去剤あるんです。だからまあスイフトのチャンピオンイエローとかはそういうのがいいみたいなやつを SNS で見かけたことがありますと。とりあえずね、実際に使ってみて、あの嫌な匂い奥にはねあるんじゃないのかなと思うので、そこら辺も含めてレビューしていきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。こちらがモンスターベリーベリーラッシュです。 700ml 入っております。引っ掛けるとこんな感じで紫色に変化しますよ。でまずは注意点が裏面に記載されているので、こちらをまず確認していきます。はい、裏面にいろいろ書いてあります。下記のボディやホイールには使用しないでください。でまずはイエローの普通塗装車カッコスズキスイフトチャンピオンイエローとおよび外車輸入車、それ以外でいくとアルミスチール素材以外のホイールカッコマグネシウムホイールと、あとは表面にひび割れ傷がある場合、それと特殊塗装仕上げ、再塗装、メッキ仕上げ、艶消し、それとあと鏡面仕上げですね。あとはステッカーが貼ってある場合、あ、これ結構重要ですね。あとはコートが劣化してる場合、自動車のホイールは通常表面コートが施工されています。それがね劣化してる場合ね、そのコートがね剥がれたりするので使わないでくださいといった感じですね。この下に使用方法が書かれているので、これに沿って今から使っていこうと思います。あとこういったねケミカル系を使う場合、ニトリルグローブとかを極力使った方がいいです。そしたら実際に使っていきます。そしたらこの車で試していこうと思います。白い車でね、おそらく分かりやすいんじゃないのかなと思います。ちなみに成分はチオグリコール酸アンモニウムと非イオン系界面活性剤、あとは洗浄剤と香料で、液性は中性でコンパウンドは入っておりません。使い方はまずは1番ですね、水をかけて砂や泥汚れを洗い落としてください。洗い落としていくんですが、僕はもうすでに洗車をしました。っていうのもこの後にスポンジやブラシで汚れを落としてくださいと、普通に洗車をしていくっていう流れだとは思うんですが、砂汚れとか、まあ、先に落としておきたかったので、僕はもう先に洗車をしちゃいました。で2番、容器をよく振りノズル先端をオンにする、で約15センチほど離してスプレーしてください。どんな感じで出るんだろう。あ、ジェルだ。しっかりくっつく、パラッと垂れずに。このフェンダーの部分だけいきますか。あ、匂いはね確かにあの嫌な匂いしないな。ほのかにね香るけど、ブルーベリーの匂いが強いね。反応してきたの分かりますかね。この状態で1分から3分放置、その後スポンジやブラシ等で汚れを落としてください。1分ぐらい経過しました。そしたら僕はひたひたタオルですね、水を含ませて軽く絞ったぐらいのタオルでこう撫でていきます。紫色になってますね、撫でるような感じで。終わったらよく洗い流す。お、撥水してたところがなくなることはないね。こんな感じですね。もう一回吹きかけてみます。ちょっとトリガーが硬いね。
出しやすいけど、ちょっとまだ反応してるけど、さっきほどではないですね。ちょっと待ちますか。1分ほど経過しました。どうでしょう。あんま反応してないですね。ほんと一部だけ。なかなかええんじゃないですか。この張り付くのいいね、やっぱり。あと匂いもね、気になんないわ。いい感じに反応しております。鉄粉っていうのはね、樹脂のバンパーでももちろん塗装面に刺さるんですよね。だからこういう風に反応するんですよ。あ、匂いはね、結構甘めのいちごジャム。いいね。こういうところもバンバン鉄粉刺さります。鉄粉っていうのはね、洗車をしてる時とか、あと特に拭き上げたタイミングかな、洗ったのにザラザラしてるな、引っかかるなみたいな、それがね鉄粉です。そういう表面がザラザラしてると、コーティング剤こうしても水弾きっていうのがちょっと変な感じになるではないのでしょうか。とそこはね、あんまよく分かってないっすけど、触り心地は全然変わります。今このひたひたにしたタオルでこう軽く拭いてるような感じなんですが、洗車をしてからじゃないとこの作業をあんまやりたくない。このタオルで砂ぼこりがいっぱいこういうところに詰まってる状態でこうあんま拭いていきたくないので、僕はあらかじめ洗車をしちゃってます。結構しっかり流さないと、このような感じわかるかな、紫色の結構出てくるので、しっかりめに流してあげてください。結構ね、いつまでも出てきます。鉄粉なくなるとね、結構気持ちいいですよ。けどまだいるな。映像じゃ分かりにくいんですよね。この辺に鉄粉とかがポツポツいます。ザラザラ感もあるんですよね。特に白い車、洗った後にちょっと黒い点々みたいなあるな、みたいな、なんだこれ、しっかり洗ったのになんか落ちてないな、みたいな、それはね鉄粉のケースが結構多いです。黒い車だとね分かりにくいんですよ。この辺結構紫になると思います。かけてみよう。白い車でポツポツ気になってる方とか、あと洗車してなんかちょっとザラザラ感じるなっていう方、鉄粉が刺さってると思いますので、鉄粉除去剤をね使ってみてください。ボディは一旦こんな感じで、続いてホイールいきましょうか。貼り付くこのジェルタイプはホイールにかなり効果的です。よく鉄粉除去剤とかホイールクリーナー吹きかけて、その後にIK のホームガンとかで泡をかけてるのを見たことないですか。ああいうのって液剤がこう垂れて、結局上の方とかあまり効果を出せないっていうケースがあるんですよ。だからそれを貼り付かせるためにやるんですよね。けどこれはジェルなのでちょっと流れてくけど、結構ピタってくっつく感じがありますね。あんま流れてってない、なので結構使いやすい。気になるのは泡立つのか、ちょっとやってみますね。泡立ちはほぼないですね。なので泡でやりたいっていう方はやっぱ結局スプレーして IK のホームガンとかで、泡にしてこうやった方がもしかしたら気持ちいいかも。気持ちよさのね話。匂いはしないね。しないっていうか、匂いはするわ、めちゃめちゃするんだけど、あの嫌な匂いはしないけど、このいちごジャムみたいな匂いも嫌な匂いじゃないけど濃いね。こういう汚れも落ちるんだ、ね、見えるかな、こういう汚れ。ちなみにホイールのコート材が劣化しているものの代表、こちらですね。黄ばんでるシルバーのところってあるじゃないですか。これ黄ばんでるところがコート材なんですよ。実はコート材が剥がれたところがこのシルバーのところで、ホイールクリーナーとか今回のこの鉄粉除去剤とかをこういうところに使うとあんまよろしくないと。軽くやってみますか。これでどうなるかわかんないんですが、テストね。多分爪でもね剥がれるぐらい弱いです。ほら、ここだけ今歯ブラシで擦ってます。で、水をかけると剥がれてるの分かりますよね。そういう風になるので、コート材が劣化したようなホイールには使わないでくださいということですね。いいホイールがあったよ。で、今鉄粉除去剤をボンネットとか使ったんですが、フロントガラスに油膜っぽいのがついてます。油膜ではないと思うんですが、このジェルだね、飛散して飛んでます。汚い感じになっているので、終わった後は必ず洗車をする、忘れないようにしてください。なんかやだね、ヌルヌルしてます。そしたらなんかコーティング剤に影響がないみたいなので、コーティングされてる車を持ってきます。
そしたらこの車のフェンダー部分ですね、ここで試していこうと思います。でまずは水弾きいきます。かなりバチバチの撥水です。これ施工してたのはブラックですね。でまあここに近くていきます。ちょっと大量に使いましょう。全体的にドバッとベタッと、匂いは悪い匂いじゃないんだけどきついね、濃いわ、ツンとくるような喉の奥にくる。あとねゴーグルとかもねやっぱ考えた方がいいなと思ってます。待って目に入ったっぽいので洗います。あとマスクとかもねしっかりやった方がいいと思います。1分から3分ぐらい放置します。シャバシャバしてないから乾きにくいっていうのもいいところですね。こんな感じでどうでしょう。そしたら洗い流します。おやおや、汗が弱まったぞ。確実に弱まってるぞ。これはなんだ、成分が残ってんのか。中性洗剤で洗ってみます。確実に弱まってます。まあ全体的にちょっと弱まってるね。もっとバッチバチしても右のような感じ、この塊にならない感じだったんですけど、今塊になるっていうことは弱まっておりますね。これもねいろいろあるんですよ。撥水器だけがなくなったのかどうなのかってちょっと目に見えない部分ではあるので何とも言いにくいんですが、水弾きは弱まったのは確かです。一回しっかり目に拭いて、そこからもう一回水かけてみていいですか。もう一回かけたい。あ、やっぱ弱まってる。はい、そしたら一個気になることがあったので、このフェンダーですね全部落としました。こういうゆっくり水が引いていくような素の状態にしました。撥水してないですね、浸水状態。気になったのはモンスターベリーベリーラッシュが若干撥水剤入ってるんではないかということですね。コーティング剤にも使えるという意味で撥水剤を入れて補助的なことをしてるんじゃねえのかなって若干思ったので、こちら引っ掛けていきます。水弾きが若干怪しいなって思ったんですよ。なんか違うなって、まだ分かんないですよ、なんとなくね。これで 2,3 分放置して水かけた時に弾くようだったらそういうこと。一旦放置します。はい、といった感じで動画の方以上になります。で今回はこちらプロスタッフのベリーベリーラッシュという鉄粉除去剤を使ってみました。使ってみた感想なんですが、鉄粉除去のところでいくと1回目と2回目で差が出たので、鉄粉はねしっかり落としてくれてるのかなといった感じです。で匂いなんですが、確かに鉄粉除去剤のあの嫌な匂いはかなり軽減されてます。軽減されてるっていうか、いちごジャムみたいなベリーの香りでかぶせてるような感じかな。だから奥にねやっぱ鉄粉除去剤の匂いっていうのはありますけど、鉄粉除去剤を使った後って結構あの匂い残るじゃないですか。あの残る感じはないかな。なのでご近所さんにちょっと気を使ってる方はいいのかもしれないけど、使ってる本人は結構ねグッときますよ、鼻に。鼻だったりちょっと喉にグッとくる感じ。ケミカル自体さ、いろいろ増えてるのでそのニトリルグローブだったり保護メガネ、あとまあマスク、その辺はね僕も考えていかないといけないのかなと思っていました。であとねこのジェルタイプなんですが、まあいいなとは思うんですが、コスパがね悪いね。定着してくれていいんだけども、垂れない分全体的にかけないといけないから、コスパがちょっと悪いかなとは思います。
なんか今ももう3分の1ぐらいしかないですね。軽自動車丸々1台やるってなったら、まあ1本消費するぐらいコスパはあんまり良くないかなといった感じです。で、あとはコーティング車対応っていうことだったんですが、コーティングもね、いろんな種類があるから何とも言えないんですけども、ブラスクは撥水が弱まりましたね、明らかに。なので影響はありそうです。白い車でテストしてた時になんか変だなと思ったんですよね。撥水がなんか違うのに置き換わってるのか。最初はね、コーティング車にも使えるっていうことで元の撥水っていうの影響してないのかなと思ったんだけど、けどなんかね引っかかるなと思って、最後あの黒い車でブラスク全部落として、このベリーベリーラッシュ使ってみたんですが、やっぱねちょっと撥水成分みたいのが入ってんのかな、疎水っぽい感じ、微撥水な感じになりました。コーティング車に影響しないっていうよりかは、撥水成分があるから影響しないよみたいな感じなのかな。けどまあブラスクはかなり水弾きがいいので撥水力はなんか弱まりましたね。しっかりこの成分落としても弱まっていたので、全く影響ないっていうことは言えないのかなと思いました。なのでまあその辺を踏まえて、この商品をね購入するか、まあ他のものにするか、参考にしてもらえたらいいなと思います。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方は以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。